サイクリン A には人では CCNA に電子にコードされるタンパク質である。2種類存在するサイクリン A のうちの1つであり、サイクリン A1 が主に原数分裂と肺発生の過程で発現するのに対し、サイクリン A2 は細胞分裂を行う体細胞で発現している。サイクリン a にはサイクリンファミリーに属し、このファミリーのメンバーはサイクリン依存性キナーゼと 相互作用することで細胞周期の進行を調節する。サイクリン A には2つの異なる CDK を活性化する点で独特であり、S 期には CDK2 と結合し、G2 期から M 期への移行時には CDK1 と結合する。サイクリン A には S 期の開始時に合成されて核に極在し、そこでサイクリン A に CDK に複合体として、 DNA 合成の開始と進行に関与していると考えられている。サイクリン A2CDK2 複合体による CDC6 と MCM4 のリン酸化は細胞周期過程で DNA の再複製を防ぐ。サイクリン A2 は G2 期から M 期への移行に関与しているが、サイクリン B 非依存的に成熟促進因子を形成することはできない。近年の研究では、 サイクリン A2CDK1 複合体はサイクリン B1CDK1 の活性化の引き金となりクロマチンの凝縮と核膜の解体を引き起こすことが示されている。サイクリン A2 のレベルは細胞周期の進行と密接に同期している。サイクリン A2 の転写は G1 期の終盤に開始され S 期の中盤にピークとプラトンに達し G2 期には低下する。 サイクリン A2 の転写は大部分が転写因子 E2 階によって調節されており G1 機の R10 の通過後に開始される R10 以前にサイクリン A2 が存在しないのは低ン酸化状態の RB タンパク質によって E2 階が阻害されるためである R10 の通過後は PRB がン酸化されて E2 階と結合できなくなりサイクリン A2 の転写が行われる サイクリン A2CDK2 複合体は最終的には E2 回をリン酸化しサイクリン A2 の転写をオフにする E2 回はプロモーターの抑制を解除することでサイクリン A2 の転写を促進するサイクリン A2 は哺乳類の心筋細胞の成長と分裂の指示に関与する重要なタンパク質であり心筋梗塞後の心臓の修復を誘導することが示されている 通常、哺乳類の心筋細胞では、CCNA には出生後に再ンシングされる。この遺伝子再シングのため、生体の心筋細胞は、心臓発作後の修復と再生のために容易に分裂を行うことはできない。CCNA には小動物モデルにおいて、心筋拘束後の心臓の修復を誘導することが示されている。全臨床試験では、 拘束した豚の心臓に対して CCNA2 遺伝子を含むアデノウイルスを注入することで心筋拘束の影響から心臓が保護されることが示されている。CCNA2 を介した心臓修復は拘束周囲組織の繊維化を低下させ注入部位で心筋細胞の数を増加させる。CCNA2 を心筋組織に投与することで再生反応が生じ、 新機能は顕著に向上する。サイクリン A2 の発現の増加は、乳がん、子宮頸がん、肝がん、肺がんなど多くのタイプの癌で観察されている。サイクリン A2 の発現の増加が、腫瘍形成の原因であるのか結果であるのかは、明らかではないが、生存率や再発の予測など、予後の指標となる。哺乳類細胞でのサイクリン A2 の過剰発現は、 有意と分裂の中期と後期の開始の遅れを引き起こす。サイクリン A2CDK は、ガンタンパク質や P53 などのガ抑制タンパク質のリン酸化によって、腫瘍形成に寄与している可能性がある。サイクリン A2 は、次に挙げる因子と相互作用することが示されている。ありがとうございます。